筋肉痛だそうですけども、どうなんでしょうか。私のちょっと下もですね、月曜日ということでやや空回りしております。上野さんのバットからゴーダは聞かれるんでしょうか。対する川上くんはですね、このために大阪からはるばる東京にやってきたと。もともとはですね、関東出身なんですけども、現在は大学関西に在住ということです。誕生日ということで関東に戻ってきたこの隙を見てですね、この企画に参加してくれました。ありがとうございます。さあ、日本一の変則投手川上さんに来ていただきました。はい、川上さん、はい、今回ジャスティス上のクーリンズ最強バッターと対決しますけども、どういった印象をお持ちですか。いや、もういつも見てて長打力あるすごい選手だなと思ってて、まさかこうやって対戦できるとは思ってなかったので、とても緊張しています。どういう風に配球していきましょうか。スイングが強いイメージがあるので、変化を中心でアバウトにまとめられていけたらなと思ってます。じゃあちょっと今日サイン決めていきましょうか。はい、どうしましょうか。1がまっすぐで、1まっすぐで、2がスライダー、2スライダーで、3がスローカーブ、スローカーブで、5が、シンカー、5がシンカーですね。で、グーがフォークで、グーがフォーク、はい、わかりました。得意球は何でしょうか。得意球は、スライダーです。スライダー、はい、配球の中で追い込んで最後外にスライダーで、空振りか引っ掛けさせるっていうのピッチングが基本的です。ただ今日投球練習さっきした感じ、スライダーよりもなんかスローカーブの方が得意そうでしたけど。はい、スローカーブ日によって、調子が変わるので、その調子に合わせて、使い分ける変化球を変えています。じゃあちょっと序盤スローカーブ中心に、スライダー入らなかったらじゃあスローカーブ中心にいきましょうか。はい、お願いします。はい、ということで日本一変速知らないですけども、正面から必ず来るんですよ。絶対横から来ないんですよ。何、日本一の変速だろうがなんだろうがぶちかましてやりますよ。さあ、川上さん、押さえましょう。はい、はい、お願いします。お願いします。バカにしますよ、バカにしますよこれ。どうした？フルカーブ。いい球だ。よし。あ！どうやろ。何や。ちょっと外れましたね。キャッチングでカバーできませんでした。フォアボール。はい。カメセン大丈夫です。取ってこい、取ってこい。楽に楽に。はい。あ
セカンドブレーク、そっかつくなオッケー、2打席目。じゃあ2打席目キャッチング。ファースト取れるでしょ、ファーストフライでしょ。微妙な感じになってしまいまして、すいません。ラスト打席、はい、赤い球、外いっぱいストライク、はい、いい球だ。よしよしよし、甘い。これはでかいよ。おお、いいとこ。ファールやろ、ファール、ファール、ファール。100球くらい投げさせたらね。お願いします。決めに来いよ。
川上さんお疲れ様です。ありがとうございました。ナイスピッチングでした。まあ結果ですね、2フォアボール出してしまいましたけども、あプラスあれか、あとデッドボールだから3四死球出してしまいましたけども、申し訳ないです。なんとか打席はですね抑えることができました。はい、対決してみていかがでしたか。やっぱりオーラが違うなと思って、投げるときめちゃめちゃ怖いというか、すぐ持ってかれそうで怖かったので、ボールも抜けてましたんで、一回当てたのは本当に申し訳ないなと思ってます。ただですね、最後の打席に関してはめちゃくちゃバット短く持って全然飛ばす気なかったですよ。もう当てに行く気満点でしたけど、はい、それだけやっぱりちょっと投球フォームから来る威圧感がすごかったんじゃないかと思うんですけども、はい、今後は軟式野球をされるんですか。はい、今は大学野球をやるか、草野球チームに入って野球をやるか悩んでるんですが。極端ですね。はい、日本一の変則ピッチャーを目指して、練習する場所はどこにするかっていうふうに今真剣に悩んでます。じゃあですね、この動画を見た皆さんですね、川上くんぜひともうちで投げてみないか、もしいらっしゃいましたら川上くんのインスタ宛にご連絡お願いいたします。お願いします、はい、普段は関西在住、はい、川上くんでした。ありがとうございました。腕大丈夫です。申し訳ないです、はい、抜けすぎちゃって。いただきます。ありがとうございます。サブレさん、川上くんと対決してみていかがでしたか。そうですね、バッターボックスから構えてパッと見たらピッチャー大体こう横に見えるんですけど、こうやって見えるんですよ背中にお前当てるぞって書いてるような感じなんでめちゃくちゃ怖かったですね。やっぱり怖いもんですか、インコースは。あ、ね、怖い。しかも投球練習でしかも何球も抜けてるやつ見てるから来るなってなんか予感するのよね。で来るなと思ったらこうスローカーブであったりちょっと曲げてきよるからまあバッテリー込みでやられた感じですねでも正直今日ちょっとねやっぱ緊張してたんでまっすぐ入んなかったんですよ ね。だからちょっとカーブに頼らざるを得なかったんですけど、うん、まさかそれをですねカットしてくるっていういや最後はですねほんまカンブリアカットをやったんですけど見事にちょっと中に最後に入ってきました、ね、はい。でもこのピッチャーがですね今後軟式野球を始めるかもしれないということで、はい、もしかするとどっかの全国大会で対決する機会もあるかもしれませんからね、うん、ちょっと恐怖心を取り除かないと川上くんは打てませんよ。はい、頑張ります。いやまあ公式戦やったら全然怖ないんですけど練習でね当てられるの嫌なんで。なるほどね、怪我のリスクはねそうそうそうはい、以上ですね、日本一の変則投手川上さんとのジャスティスへの対決でございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。またジャスティス上野アカデミー開講中です。野球が上手くなりたい少年少女の皆様、動画概要欄からお問い合わせください。大人の方も OK です。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。